ラドルプは、ルーマニア出身のピアニスト。日本では、ラドルプという表記が多く見られ、商兵会社カジモトによる表記も同じ。ただし、本来ルピの末尾の音節の読みは短く、ルプである。ガラツに生まれる。少年期にピアノを学び始め、1959年に、ブカレスト音楽院で、フローリカムジチェスクに入門、リパッチと同門になる。 1960年より1968年まで、モスクワ音楽院に留学して、スタニスラフネーガウスラに支持する。1966年、第2回バンクライバーン国際コンクール、1967年、エネスコ国際コンクール、1969年、リーズ国際ピアノコンクールにおいてそれぞれ優勝者となった。ルプの名を有名にしたのは、 バンクライバーン国際コンクールの副賞である、コンサート契約を全部断って帰国したことである。これが、ソ連当局の要請なのかどうかは不明であるが、この行動はかなり話題となった。もちろん、これで、アメリカへの演奏はしばらくは叶わなくなったものの、ディーズ優勝後にデッカと契約し、そのディスクの名声によって、アメリカにデビューするという二重の手間をかけた活動でも、知られる。 1969年11月のリサイタルでロンドンデビューを成功させたのを機に、以降はイギリスを本拠に国際的な演奏活動を行う。1972年に米国デビューし、1978年にはザルツブルク音楽祭にも出演する。1973年を皮切りに、たびたび来日している。しかし、体調不良も多く、2010年代の来日は、 ドクターストップがかかり1日で帰国した。ロンドンデビュー当時には、地元紙により、1000人に1人のリリシストと呼ばれ、以降、ルプを形容する表現として使用されている。CD は、デッカレーベルを中心にリリースされている。ベートーベン、シューベルト、ブラームス、シューマンなどがある。シモン・ゴールドベルクとの共演によるモーツァルトや、シューベルトのバイオリン・ソナタの録音は、 定番として知られている。また、マレー・ペライアとは、ピアノディオで、モーツァルトを、ダニエル・バレン・ボイムとは、シューベルトの作品集を録音している。アーカイブ2018年11月20日、ウェイバックマシン吉沢ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書公読書、2006年2月10日、143ページ。 ISBN 4から7872から 7208X ありがとうございます。